あ、ここはどこだ。私はモッティだー。どうも皆さんこんばんは、モッティです。どうもよろしくお願いします。ということで、モッティのマインクラフトシーズン3スタートーということで、どうも皆さんこんばんは。はじめましての方は、はじめまして、モッティと申します。どうぞよろしくお願いします。今回からですね、バージョン 1.13 にアップデートされましたマインクラフトを実況していきたいなというふうに思います。約1年ちょいぶりぐらいでございます。改めましてモッティです、よろしくお願いします。私現在自宅にいるわけなんですけども、今回ですね 1.13 で結構いろんなアップデートされたじゃないですか。なのでそろそろね、アップデートに触れていきたいなと。もう古いって言われたらそれまでかもしれないですけど、やっていきたいと思いますんで、どうぞよろしくお願いします。それでは、まあ、ペットたちに挨拶もしつつ、まずは目的地に向かいたいなと思います。せーの、ぴょーん。はい、ということでやってきました。皆さんこちらがどこだかわかりますか？そうです、森の洋館です。ということで、森の洋館までなぜやってきたかと言いますとですね、新たな場所へ行くためでございます。まあこの辺全然散策してないんで、結構新しいバイオーム生成されるんじゃないかなみたいな話ですね。ということで、これからどこに向かうかというと、そうです、お宝を探しに行きます。ありったけの夢を、ということで、海洋バイオームがね、なんかいろいろアップデートされたみたいなんで、まあ、そこにあるお宝を、海賊のお宝をね、探しに行きたいなというふうに思っております。それでは早速レッツゴー。探し物を探しに行くのさ、べちゃ。みんな見て、あれ。鮭じゃね？あれ、1.13 で追加された要素ですよね。確か、バケツかなんかでゲットできたような気がするんですけど、ちょっと早速、捕まえに行っていいですか？捕まえられるのかな？あ、いた！できた！見て！鮭入りバケツ、鮭取ったぞー。ちょっと暗くなってきたんで寝る。さあ、これさあ、色違うよね。今までの海の色と違うし、てか今気づいたけど、そもそもこれなんだよ。これ草だな、草不可避だな。え、これさあ、音怖いんだけど。ドゥーンってなったんだけど。なんだこれは、草か。っていうかさ、そうだ、泳げるようになったって聞いたんだけど。あれ？浅い。浅いか。お？いや、やっぱそうだよね。色違うよね、明らかに。ここのさ、ほらほら、境目。ほら、境目があるわけですよ。このなんか、どす黒い色と、なんか、綺麗な色の。え、ちょ、待って。え、何これ。すげえ。え、深、深。え、こんな深い。え、これ、何海藻ちょ、海藻手に入れよ、海藻。海藻。あ、浮いた、あ、なんか来た。あ、そうなんですよね。新しい、マイクラは、物が浮くんすよね、海の中でね。だからこれをそうゲットしたいわけですよ。なんだこれは、昆布ゲットだぜ、ピピカチュウ。昆布、僕はちなみに昆布よりツナマヨの方が好きですね。あ、行った、できた、泳げた。泳げるようになったんですよね、今回からね。うわ、めっちゃお魚いるやん。え、なんだ、なんかいる。これ何？やー、仲間だよ。僕は仲間だよ、君たちの。僕は君たちの仲、え、すげえいっぱいいる魚も。え、これなんだろう。え、捕まえらんねえかな、無理かな、むずいなー、ゲットできねえなー、なかなかなー。ちょ、いいや。ちょっと先へ進もう。濁ってるなー。濁ってるなー。お、なんかようやく開けたところ来たな。あ、ちょっと待って、なんかあるよ。ちょ、レッツゴー、泳げ、レッツゴー。あ、待って、泳げ、頑張れ。あ、なるほどね。全部水中に行かなきゃいけないのか。なるほど。
ちょ、泳げ泳げ泳げ、なんかあるって、あるよ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 、あれどこ、あれあれあれ、え、なかったさっき、おお、どこだ、あーなんじゃこりゃやべえなにこれサンゴ、サンゴ勝者、やばちょっと待ってよこの数よ、やばすぎゃ、ニモニモニモがいる、ニモがいる、ニモもいる、すげえ、なんかこれ手つけちゃいけないような気がしてならないんだけど、すげえ、半端なくね、半端なくね、一面サナ、サニー号ちょ、はぁ、すーごいっすね、半端じゃないっすね、なんか塊もあるね、これが新しいバージョン 1.13 ですか、うーわ、すっげえ相当奥まで続いてる、これ記念に持って帰りたいけどさ、なんかここはここで自然に保存しときたくないですか、でもさ、せっかくだからさ、まあこういうとこ来たわけですから、ちょっとぐらいちょっと採取させていただくのももう大変申し訳ないんですが、大変忍びないんですけど、ちょっといいですか、せっかくなんで、ちょっとこの辺、赤いシャンゴショウシャンと青いシャンゴショウシャンをじゃあちょっといただきます。どこ、あ、待って、もったいない、おしょ、来た、くださんごブロック、ほう、これはノーサンゴ、ほう、来た、ミレポラサンゴブロック、ほう、色によって違うの、ノウウチワサンゴ、色によって違う、クダサンゴ、はぁ、あ、シカツノウチサンゴわからん、別にわからん、水玉サンゴ、すげえな、いろいろあるんだな、サンゴって俺今までサンゴって一種類やと思ってたわ、人生生きてきて、水玉サンゴへえ、なるほど、ちょっとじゃあちょっといろいろあれですわ、回収していきましょうか、せっかくですし、あ、ちょっと待って、なんか、ちょ、まだ、なんかいるよ、あ、ちょ待って、その奥にもなんかいるよ、ちょ待って、カメちゃん、こっち向いて、カメちゃん、元気、めっちゃ見てる、元気、こっち見て、あ、カメちゃんだ、あ、カメちゃん、すげえ、カメちゃんがいた、で、カメちゃんもいたんだけど、カメちゃん、なんか、深っ、ちょっと待って、あー、なんかあるちょっと待って、ちょっと待って、一回寝よう、みんな、落ち着け、いろいろ探りたいことはいろいろあるんだけど、ちょっと一回寝よう、みんな、ダメだ、寝よう、いったよ、あ、いるか、キュイー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 、イルカちゃん、こっち向いて、イルカちゃん、こっち向いて、何やってんの、イルカちゃん、後ろから、イルカ来た、イルカちゃん、かわいい、イルカちゃん、あ、なんか、キュイーってこれイルカちゃんだよね。ふっ、あ、ちょ待って、イルカちゃん飛ばなかった。ちょ、イルカちゃん、俺が飛んだみたいに飛んで。そういう芸はないのね。芸はないのね。そういう芸はお持ちでないと。なるほどね。へぇー。すげぇ。ちょっと荷物のせ、カメさん、何してんの、あ、こんにちは、カメさん。何してるんですか、何か、僕、今触れない方がいいですか、じゃ触れないんで、はい。卵産んでください。違うのかな、カメさん頑張ってね。カメさんが多分頑張って卵産んでくれてる間に僕はちょっとまた探検しよう。すげえな。あ、てか、イルカさんいなくなっちゃ、あ、いた。イルカいるんだな、意外とな。めっちゃ早い、ちょっと待って、早すぎ、ちょっと待って、めっちゃ泳げるんだけど、なにこれ、早い、うわぁ、こんにちは、あ、あった、なんかあった、さよなら、ちょ、え？
ていいっすか。沈没船。怖。なんか敵出てくる。そんなことないよね。え、何このチョコレート。新しいブロック。ああ、こんにちは。うぅ、お前なんで生きてんだよ、そんなところでビビった。ビビるー、ビビるー。どこ失礼します。痛い。倒した。やったぜ。え、あ、宝箱ある。え、ちょっと待って、一回戻ろ、一回戻ろ。ちょ、空気がない、空気が足りない。宝箱、せーの、ポン。木炭ばっかなんだけど。これあれでしょ、散らばらせることによって、僕の、こう、気を引かせて、あーだこうだみたいな。消滅の呪い。耐久力1。ほう。あ、宝箱あったよ、あったよ、あったけど、あったけど、あったけど。あったけど入れないんだけど。ちょ、あったけど入れないんですけど。極力、あれですね。現物は、よし、来た。ドン。え、なにこれ。え、あ、鉄の塊か。え、鉄の塊とかいつの間に、なんか、すごい、なんかすごい。あ、なんかすごい。鉄インゴットと、鉄インゴットとラピスラズリと、なんだこれ。エンチャントのピンか。なるほど。塊29の、鉄インゴットが12。おー。なんかこの下もまだありそうですけどね。とりあえず上がりましょうか。あ、あるじゃん、あるじゃん。え、めっちゃあるんだけど。え？今なかったよね、一瞬ね。羽、髪、髪、髪。あ、あ、ちょっと待って！やばいやばいやばい。ちょっと宝の地図見つけちゃった。ちょっと待って。マジで、一発つも。一発つも。これいらない。え、ちょっと待って、宝の地図見つけた。見つけた、見つけた、見つけた。酸素がない、酸素がない、酸素がない。ちょ、待って、待って、待って。ちょ、ミラクルすぎるくね？ちょ、ミラクルすぎるくね？ちょっとやばくない？ちょっと、今日、取れ高高すぎるよ。待って。ちょ、じゃあ適当に、ミスター。ちょっとこの辺の修復だけして、ちょっと一回戻ろう。ちょ、拠点に戻ろう。拠点、ちょっと、亀さんに相談だ。亀さんに相談しよう。亀五郎よ。もう宝の地図を見つけてしまったよ、私は。これか。亀五郎よ。僕は、海賊王になるべきなのかな、亀五郎。亀五郎さ、あ、麦投げちゃった。亀五郎食うか？麦食わないか？あ、お前多分魚だよな。鮭食うべ？ほら。亀ちゃん、鮭。亀！てめえ、お前のせいで亀が逃げちまったじゃねえかよ。何してくれるんだ、ふざけるな。シャキュー。そんなことはいいんだよ。宝の地図ゲットしちゃったんだよ、宝の地図。ちょ、見ていい？ででん。ん？どっち行けばいいのこれ。どっちに行けばいいんですか、僕は。僕は、北に向かえばいいのかな。左下ってことは、北東に行けばいいんですよね。不正な。とりあえずは、まあなんか、北東に行ってみますかね。あ、亀さん！亀五郎！亀五郎お帰り。すまんな、さっきは。変なことしてしまって。亀五郎、大丈夫だぞ。俺は何にもしねえ。亀五郎。カメゴロが、どこかへ行ってし、あ、カメゴロ。カメゴロ。俺がいない方、あ、カメゴロ停泊した。あ、てか、カメゴロがもう一匹いる。え、カメゴロだらけトゥーンじゃない？トゥーンってなんだよ、トゥーンって。あ、あとさ、そう、さっきから気になってたんだけどさ、いつの間にこんなめっちゃ深くなったの？やばくない？深いよね。深、あ、すげえ。なんか、普通に鉄とかあるんだけど。やばくないか？こんなとこで埋まったら全ロスト確定じゃん。やばくないか？フグどこだ？お前だ！痛い！ちょ！痛い！フグ毒にやられた！てめえ痛い！イエーイフグゲットしたぞー！取ったぞー！フグ取ったぞー！ちょっととりあえず、戻ろう。とりあえず拠点に戻ろう。拠点に。
やー、ということで、なんとまさかのサードシーズンパート1にしてこんな大発見をいろいろしてしまいました。あ、イルカが飛んだぜ、今イルカ飛んだぜ。まあとりあえず目的の物がまさかパート1でゲットできるとは思わなかったんですけど、ゲットできちゃったんで、いよいよパート2ではこの宝の地図を見てお宝を探しに行きたいなというふうに思います。ということで、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。以上、モッティでした。バイバーイ。すげえな。